優勝戦2号艇の寺本重信選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦はノームのため打ち切りということになって、予選2位からの優勝戦2号艇ということになりました。この準優前の一戦は3着ということだったんですが、足の方はいかがでしたか？うん、悪いことはないんですけど、はい、ちょっと転覆の影響か天候に対応しきれてないだけなのかわからないですけど。はい ちちょっと足はは落ちてますね、はい3日目の後半が転覆でしたがその前は1、2着ということでかなり強力な足でしたがその前後だと少し違和感があるかな体感感的にといいう感じですかは出、い、足、周り足に関してかなりり違和感ありますねはい、はい、転覆する前はぐいぐい前を詰めるような感じでしたが引き波の中でちょっと反応が落ちたかなという。そうですね はいでは最終日はまた天候は回復しますからもう一度プロペラの調整でしっかり序盤のいい足取り戻したいところですねそうですね、もう一回最初から全部やり直そうかなと思うので、はいいちいち作業になると思いいますはい、今年になってからは6回目の輸出でいい流れになっています、3月の津では2年10ヶ月ぶりの優勝だったんですねはいこの小島では13年の2月に優勝もありますけれども、今回はどんな戦いをイメージしていかれますか。そうですねまあ 2>, 2コースまで差したいんですけど、はい、今の足だと差し切れる足ではないですねちょっと考えます、はい、では1日じっくりと作業して、はい、いいところに持っていきたいですね、はい、はい。では今年2回目の優勝がかかる一戦です番の方に一言お願いします、はいえー、明日はしっかり集中して頑張りますお願いします